リチャード・ジョン・チョーリーは、イギリスの地理学者。軽量地理学における業績により20世紀後半を代表し、一般システム理論を地理学に導入する動きにおいて、中心的な役割を果たした。チョーリーは、ウェストカントリーと通称されるイングランド南西部に育ち、そのルーツは、トーントンディーンのエクスムアと称されるムアと谷の地域にあった。地元の小学校から、 マインヘッドのグラマースクールに進んだ。その後、王立公平の一員として軍務についてから、オックスフォード大学のエクセーターカレッジに入り、地理学部で地形学を学び始めた。そこで、チョーリーは RP 別金セールから大きな影響を受け、アメリカ合衆国の大学院へ留学することを勧められた。1951年、チョーリーはフルブライト奨学金を得て、 大西洋を越え、コロンビア大学で地学部に所属して、地形発達に関する計量的手法を追求した。コロンビア大学から後に、ブラウン大学に移って続けられていたチョーリーの研究生活は、家族の事情でイギリスへの帰国を余儀なくされたことから1957年に中断された。その後まもなく、チョーリーはケンブリッジ大学のデモンストレーターに採用され、 その後は速やかに昇進を重ね、1970年にリーダー、1974年にはアドホミネム教授職に就いた。ケンブリッジ大学は、調理医の革命的発想に発射台を提供することになった。調理医は、当時の主流であったウィリアム・モーリス・リビスの侵食による地形輪廻説のパラダイムを否定し、それに代わるものとして、軽量的モデルに基づいた。 一般システム理論やその他のモデルを強調したパラダイムを追求した。ケンブリッジ大学の同僚には強力な自然地理学のグループが形成されており、調理医の発想を応援した。彼らは調理医が実験を行うために良好な環境を提供した。調理医は自然地理学の分野で大量の科学論文を執筆し、そのアプローチを成分化し、地表の形成過程や その研究手法について、さらに新たな疑問を提起した。その中心に置かれていたのは、システムダイナミクスの概念であり、彼が表した、フィジカルジオグラフィー、エシステムズアプローチとエンバイロメンタルシステムズは、続く世代の研究者たちに影響を与えた。調理門下からは、気候学や水門学の研究者も輩出したが、この方面では、 コロラド大学の気象学者、ロジャー・バリーとの教著、アトモスフィア、ウェザークライメートがある。チョーリーには、この他にも、ウォーター、アースマンなど、多数の共編著書がある。さらに、1964年には、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・スタディー・オブ・ランド・フォー l a シリーズの最初の一冊を発表し、その後、1973年と1991年に、続巻が刊行された。 チョーリーが死去した際には第4巻が完成間近であった。チョーリーは自身の活動領域を自然地理学に限定せず、地理学全体を変えるべく広範囲な領域にアプローチした。チョーリーはケンブリッジ近郊のマディングリーにあるマディングリーホールで毎年夏に研究集会を催し、そこでの講演が多くの著作の基礎となり、地理学に影響を与えた。チョーリーはまた、 年次観光物として、プログレス・イン・ジオグラフィーを創刊し、後にはこれを、地理学全領域における変化を記録、評価する、2種類の機関紙に改変した。調理委員は、自然地理学者であったが、人文地理学分野の地理学者とも様々な協力を、行った。特にヒーター・ハゲットとは、フロンティアーズ・イン・ジオグラフィカル・ティーチング、モデルズ・イン・ジオグラフィー、 ネットワークアナリシスインジオグラフィーを強調として刊行した。山田誠は日本における地理学の軽量化についての論考の中で、チョーリーとハゲットの強調に触れ、ことの背景には、自然地理学と人文地理学との一体性が他の国々に比べてかなり強かったという事実があるのではなかろうかと述べている。チョーリーは百六十五年にローズマリーモアと結婚し、 息子と娘をそれぞれ一人設けた。調理員は、ケンブリッジのパリッシュ・オブ・ザ・センション・ベリアル・グラウンドに埋葬された。プロフェッサー・ドクター・リチャード・ジョン・チャーリー。2007年6月22日時点のオリジナルより、アーカイブ。2007年5月1日閲覧。アビッチリー・インザ・インディペンデント・プロフェッサー・リチャード・ジョン・チャーリー。2007年5月1日閲覧。 山田誠、新しい地理学の日本への普及過程。現代日本地理学史の一つの試み。地理学法、第24号。大阪教育大学地理学教室。1986年。8から9ページ。ネイド1200億280万8667。メダルズアワーズ。ゴールドメダルリシピオンズ。ロイヤルジオグラフィカルソサエティ。2014年4月2日。 閲覧、ありがとうございます。